令和になって現在の天皇が何一つ表にできません。コロナ禍で国民が不安の中、例えばビデオメッセージでお気持ちを表明するだけでも救われる人は多いと思っています。上皇なら雲仙普賢岳の噴火や東北大震災の際に平均国民に寄り添っていましたが、今の天皇は割と無能なのでしょうか。まず上皇が優秀すぎたというのに気づいてください。今のね、上皇がなんだっけ、ナマズかなんかの新種発見しましたよね、1週間前ぐらいに。その要はあの天皇辞めたから時間があるんだと思うんですけど、その皇居の中にいるなんか新種かなんか見つけて、ハゼか、なんか学会に発表したんですよね。本当なんかコメント詳しい人いていいな。だから要は、職業天皇だったわけじゃん。だから職業天皇で、職業天皇としてはすげえ頑張ってたんだけど、平成って時代的にはちょっと、なんか、良くなかったよねって言われるんだけど、そうは言っても天皇頑張ってたんだけど、辞めた瞬間、ハゼの新種発見みたいなさ、要は動物学者の仕事じゃん、それみたいな。だからすげえ優秀だったんだと思うんですよ、上皇。だから天皇じゃなくても全然やっていける人だったと思うんですよね。っていうのがあって、そのまず上皇そもそも優秀すぎ問題っていうのがあるので、みんながみんな上皇みたいにできると思うな。もともとその天皇家ってそんなに優秀じゃないんですよ。言っちゃ悪いんですけど、大正天皇とかいらっしゃるのをご存知かもしれないですけども。で、昭和天皇もね、割と最近宮内庁の人のメモとか出てきて、結構ひどいこと書いてるんですよ。なので、昭和天皇もろくでもねえよな、みたいなのもあったりして、そういう意味でいくと、あんまり優秀じゃない天皇家の中で、上皇結構優秀なんですよ。ただ昭和の時代に経済が上がってって、で、平成の時代って、そんなに経済がうまくいかなかったので、平成時代はあんまりいい時代じゃなかったよね、みたいに言われるかもしれないですけど、テニスできるよね、じゃねえよ。でも上皇自体は結構、ミスをしないっていう、結構優秀なことをやったんですよね。偉い人ってね、大体ミスするんですよ。だからタイの新しい国王とかも、若いうちにやんちゃしすぎてて、今は全然それを表に出してないんですけど、プニポン国王が倒れた後に、俺国王になるわって言ったら、腹出して、北京ビキニって言われる、T シャツの腹を出して歩くっていうのを割とやってる人で、で、入れ墨も入ってるわ、みたいなので、おいおい大丈夫かよ、こいつ、みたいな感じになったんですよね。今のタイの国王は。そうは言っても、今は結構まともな感じで、そういうことはもう外で出さないんですけど、なのでやっぱりやりがちなんですよ、皇族って。で、ちょっと前に皇族で女の人で、イギリスかなんかに留学してて、ミクシーかなんかに日記書いてて、泥酔したみたいなので、それが流れたみたいな人いたと思うんですけど、っていう感じで、皇族って、たまたまそういう家庭に生まれただけで、本人が優秀かどうかって、あんまり関係ないんですよ。要は優秀だから天皇になったわけじゃなくて、天皇の血筋を引いてるから、天皇家にいるだけじゃないですか。なので、確率論で言ったら、やっぱり優秀率は低いんですよ、残念ながら。だって、ほら、優秀な人を集めて天皇にしましたって言ったら必ず優秀になるけどさ、この血を継いでる人を天皇にするって言ったら優秀になるかなんかわかんないじゃん。なので、基本優秀じゃないよねっていうのはもう仕方ないですと。で、外から血を入れるっていうので、結婚相手が優秀だった場合は、その子供は優秀になる可能性ありますよ。で、もともと天皇制って、側室いっぱいいたんですよ。要は男の人と女の人1対1だったら、一生にやっぱり1人2人しか子供生まれないじゃないですか。で、女の子2人になったら男の子生まれないよねっていうのもあって、なので側室っていう制度があって、江戸時代だと大奥みたいな感じで、奥さんいっぱいいて、で、男性が子供いっぱい作って、で、そのいっぱいできた子供の中から、長男だったらいいんだけど、長男が超絶無能だったら次男にするみたいな形で、少なくともいっぱい子供を作る中で、優秀な子供の後継者として即位させて、天皇にするっていう形で、天皇の平均レベルを上げてきたんですよ。いや、天皇の血筋っていうのに縛られるんだであれば、天皇がいっぱい子供を作れば、優秀な子供をポケにさせればいいじゃんっていうので、なので天皇制の維持って、側室とセットじゃないと成立しないんですよ。なので天皇だけ、どうせ日本の法律に縛られてないんだから、一夫多妻制にすればいいと僕は思ってるんですけど、